臣民なり心より歓迎いたします。선생님조선뿐이시죠저하고같이온딸내미가이소희라고한참아직어린이언니라빗덩이를데리고뭐하는거야지금부터내가고선으로와야보이가금발로가는거라고도라고에태워져서갔더니일본군부대더라고하시만한당광섬에역류되어있다는첩보가있어자네가윤선생모셔와ここの出来事を記憶する朝鮮人たちを一人たりとも残してはいけないということです。証人になる朝鮮人たちを殺さないといけないのとは부탁이요내딸소희만이라도여기서나가게해줍시다나갈거야여기있는조선사람들다같이집에다시가요그럼가야지조선사람들전부배탈동안우리가뒤를봐준다한사람이라도살면우리가이기는거예요왜까라오래다좋아얘니까요